核燃料サイクル。核燃料サイクル。核燃料サイクル。とは、原子力発電を維持するための核燃料の流れ、サイクルを言う。現代においては、その一連の流れ及びそれらから出てくる各種放射性、廃棄物が処理、処分されるまでの全ての過程を統合した上でのウラン、資源等を有効に利用するための体系を指す。核燃料サイクルは、多くの場合、 ウラン235をめぐる校舎の意味で用いられ、鉱山からの鉱石、天然ウランの再鉱、精錬、同位体の分離濃縮、燃料集合体への加工、原子力発電所での発電、原子炉から出た使用済み核燃料を再処理して、核燃料として再使用できるようにすること、及び放射性廃棄物の処理処分を含む一連の流れのことである。 鉱山からの鉱石の再鉱から核燃料への加工までをフロントエンド再処理以降をバックエンドと分けることもある。軽水炉から取り出された使用済み核燃料には燃えないウランである。非核分裂性のウラン238ウランから生成されたプルトニウム、わずかながら燃えるウランである。核分裂性各種のウラン35各種の核分裂性生物が含まれる。 このプルトニウムやウラン235を抽出し核燃料として再利用すれば単に廃棄処分することに比べ多くのエネルギーを算出できる。また、使用済み核燃料のウランやプルトニウムを取り出すことになるため放射性物質が減少し廃棄物の量が減ることにもなる。さらにウランは比較的正常が安定した国に多いため、ウランを全面的に輸入に頼る国でも エネルギーセキュリティ上のリスクは少ないが、核燃料サイクルで核燃料の有効活用と長期使用ができればリリスクを低減できることになる。一方、核関連施設や運搬が増えるため、特にプルトニウムを扱うために高いセキュリティが要求されるとの指摘もある。バックエンドサイクルは、再処理事業、濃縮事業、廃棄物管理事業、埋設事業に分けられる。 日本国内で発生した使用済み核燃料は、核原子力発電所内等で保管されている。原子力発電所外の中間貯蔵施設として、リサイクル燃料貯蔵株式会社の中間貯蔵施設、青森県むつ市が建設中。日本国内で発生した使用済み燃料は、これまでに、東海再処理施設及びフランス、英国の再処理工場への委託で処理した実績がある。 日本原燃料箇所再処理工場が2016年3月の春工に向け試験中。再処理施設で回収されるウランプルトニウム混合酸化物モックス燃料はプルサーマル発電等に使用されるモックス燃料に加工される。加工工場が青森県6箇所村に施設建設中。高レベル放射性廃棄物 TRU 廃棄物 低レベル放射性廃棄物は、それぞれの物性に応じて段階的処分が適用される。ウラン濃縮施設やウラン燃料製形加工施設から出るウラン廃棄物は2009年3月末時点で200リットルドラム缶に換算して約10万本が保管中である。また、核燃料サイクルからは、外れるが原子炉の廃炉解体に伴う廃棄物にも放射性。 廃棄物が含まれる。2005年に原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画の見直しが行われ、以下の4つのシナリオが検討された。なお、内閣府から2005年10月14日に発表された原子力の研究、開発及び利用の推進、原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画の事後評価には、 どのシナリオが最適であるかの結論が述べられておらず、わずかに原子力の推進には、プルトニウム、ウラン等の有効利用が適切であると触れられているのみである。なお、シナリオ3は、再処理を行わないという選択であり、これは、各燃料リサイクル政策の中止を意味する。蒸気シナリオ1から4までについて、10項目の視点から評価を行った結果、 原子力委員会では原子力政策大綱2005年平成17年10月11日原子力委員会決定において使用済み燃料を再処理し回収されるプルトニウム、ウラン等を有効利用することを基本方針とすることを決定しており原子力政策大綱は2005年平成17年10月14日原子力政策に関する基本方針として 閣議決定されている。現行路線、蒸気シナリオ1に基づき、2011年までの45年間に、核燃料サイクルに投じられた金額は少なくとも10兆円に、上っており、その原資は、税金と、電気料金からなる。しかし、六ヶ所村の再処理工場の稼働は、延期が重ねられており、高速増殖炉文字も複数回の事故により、1994年の、 稼働開始以来わずか数ヶ月しか運転できてない状況である。ただし、下記の六カ所村の各燃料サイクル基地が稼働しても、年間再処理能力は800トンであり、国内の原子力発電所から発生する使用済み燃料は年間1000トンを超えており、全量再処理路線を掲げる長径に沿えば、第二再処理工場を建設する必要がある。また、 電気事業連合会は2003年12月の時点でバックエンド費用が総額18兆8000億円かかると試算している。日本ではウラン鉱の再港、精錬等は行われていない。フロントエンドではウラン濃縮事業と燃料加工事業、バックエンドでは使用済み燃料再処理及び放射性廃棄物の保管と低レベル放射性廃棄の埋設処理が行われている。 濃縮、燃料加工、使用済み燃料再処理に関しては、国内の能力で需要を満たせておらず、大半を海外に依存している。高レベル放射性、廃棄物の地層処分については、設置場所を公募中である。以下は2010年3月末時点。中、以下の数値に関しては、誤報が頻発している状況なので、随時確認、更新が必要である。 濃縮施設国内での処理能力は1890トン U 年で国内需要の約3分の1である。転換加工施設成形加工能力1823トン U 年転換加工能力475トン U 年。再処理施設2002年末までに5600トン U の処理がイギリスフランスに委託された。 廃棄物管理施設、廃棄物埋設施設、このほか、放射性物質等を陸揚げする、陸小川原公園は、専用道路が通っている。核分裂性の弱い核種を、核燃料として使用できる、核分裂性の強い核種へと転換する、サイクルとしては、次の二つの系列が考えられる。プルトニウムの核燃料としての使用法は、現在のところ2種類に対別できる。 一つは、モックス燃料の形で、軽水炉で燃やす方法であり、この方法は日本では、プルサーマルという造語で呼ばれている。もう一つは、高速炉、高速増殖炉を含む概念であるが、ウラン238を、プルトニウム239に転換しながらの運転を、行わない概念も存在するを使って、プルトニウムを燃焼させる方法である。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。